おざす。おはようございます。今回も晴れ間を利用して3班に分かれて行っておりますね。今日釣り横ハウスに残ってるのはコータだけ。だけ。そうね。ぐらい手払ってる感じですね。はい。というわけで今回はまたパールマリンで、はい、なんか前あの練り子が釣れたとこにまた行きたいなと思って、練り子釣れたら多分 OK です。OK です。あとまた湾内の調査ですね。またあのサゴシとかが湧いてるかもしらんけんが、まあようやく青物の季節になり始めたのかなって感じなので、楽しい季節にね。そうですね。あの湧いたらあの見つけるのだけは早いけど、うん、確かに見つけるのだけは早いけど。俺3週連続ぐらい来てるよ。おう、バルマリン。マジで。じゃあこの辺の海の状況は知ってるってわけ。詳しかけん。これ久しぶりすぎて分かってないですよ。いや、これ畑くんと岩井さんたちと行って、京平くんと行って、小玉さんちと行って、今回3週連続。3週連続。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしく、任せんしゃい。案内してね。お、任せんしゃい。あっちへ行け。うん、了解です。したら、じゃあ釣り場にレッツゴーです。はい。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。魚礁のとこに行きました。はい、前あの練り子が釣れた時みたいな反応は出てない。うん、あれ嬉しかったもんね。あれエグ感じです。はみ出とったっけ。はみ出とった。はみ出とった。うん、はみ出とった。魚探からはみ出とったっけ。あー、なるほど。わーって。そう。じゃあまずは青もん狙いですね。はい。はい。前回ね、直樹さんが釣っとっけんね。カンパチね、まあ練り子。練り子。あれね。走ったら風あると思ったけど、風そんなない。全然ないですよね、うん。今日はベタベタよ。こう流れるハズケン、こっちに投げよう。はい、じゃあ落としまーす。お願いします。お願いします。お願いします。なんか早くしゃくりよったもんね。そう、結構早めがね、効いたね、この間は、うん、でも追いかけ回しよったっけね、この間ずっとね、ベートバ。そうなんすか。あいつが、知らんけど多分いや、すごい速さで移動しよったやっぱずっとね。確かに、アホモノは移動が早いっすか。うん、早い。あのこの前おったけんって言ってもおらんけどね、大体。でも先週もそのここにパルマリに来とった人がこの辺で練り子釣れたって言ったよ。じゃあこの辺をぐるぐる回ってんのかな。かもね、入ってきてますよって。釣りたいな。練り子楽しかったよ。美味しいですよね。美味しい、ほんと。バカみたいに釣れますもんね。そうね、ほんとね。釣れ始めた、いっぺん当たれば、群れに当たれば乗るとこ分かったらもうすぐ釣れるんね。でも京平くんは釣れんやったという。京平くんは結構難しいところもありますもんね。フォローが。ネリは結構水面まで追ってくるんですけどね。そうね、結構追っかけ回してくるケースを何匹かでバーってルアーを、はいはい、まあ入れ場所分かったらまあまあ。でもね、京平くんは釣れんやったという。結構難しいところありますもんね。フォローが早い。当たりはないですか。ないですね。流され方がまたちょっと変わったかな。いろんな方向に慣れています。ですね。釣りちゃん難しそうですね。むずい、簡単な日は簡単やけどね。本当に。流しましょうか。そうね。この間も追いかけましたもんね、反応がずっと。探すか。探すか。でも、多いやろ、探す。うん、ちゃんと横で見ますよ、俺も。練り子を求めてここに来たけど、ベイトのなんか下の方にいるらしい。練り子っぽくはないと船長は言ってるけど。来ております。なので平場を投げます。はい。まだよしって言われてないけど投げます。オッケー。お魚がおるとかな。こんな感じで流しますか。はい、はい。反応はね、ある程度、まあ、メダカナはおるんじゃない。何かしら。おお、なんか来た。おお、早い早い早い。一投目一投目。ドラグが緩んでた。二の前よ、京平くんの。よーし、はい、よいしょ。お、何個いい。アラカブ。おい、ちょうどいいサイズのアラカブ。これ持って帰れる。いい、でかいでかい。やったー。ナイスー。お、いけずに放り込みますか。おー、味がいっぱいあるの。味が入ってる。え、イワシ。イワシっぽい。なんかおるね。うん。
超かよね。聞き聞かしてくれたところ、うん、イワシと味が入っとぶっちゃけ今更やけど、うん、あのこの時期あの枯れ木の方いたら練り子まあまあおるもん、ね、なんで今言うですかなんで今言ったですか、はい、まあまあ今更ですけど、うん、なんで今言ったですか。いやあのほら最近そこで連れてたみたいな、うん、まあいいかなと思ってでもね、選択肢としてくれてもよかったよね、まあ、最初に ね、 ねあっちが連れてるらしかよっていう情報欲しかったな、うん、欲しかったな、まあ、そうね船長すぐあの南に行きがちやけどどうしちゃいます本当枯れ木まで行くと釣れる時期的には 100% 釣れるちょっと楽かもしれない、うん、まだ最近出てないからわかんないですけど、うんそろそろなんですよね。もう8月には、うん、もう結構簡単に釣れるなら行きましょうか感じなんで、うん、あと10日やったねっていう話になるかもしれないですけど、うんそうね、多分そろそろなんですよね。すごい今じゃあ分からん微妙な時期ってことね、うん、季節の変わり目ってもうねこんな感じですもんね、うんはい、じゃあちょっと長旅しますよ。はい、はい、船長の独断と偏見でお願いします。お願いします。じゃあ移動釣れなかったらごめんね。はいおやすみなさい。あおやすみなさい。おやすみなさい。おるっと噂のいや船長おるっつったけん。おるっつったけん、うん、100% 釣れるって言うたもん釣れるよ。おっ 100% 真下でいいんすか。70% 結構高い70% じゃ結構でも外るもん、ね、そうね 30% は外した時の言い訳になるけど、ね、多分釣れると思うけどな。早いね船流れ。早い、うん、風が強くなるもんね、うん、少しね風が強く吹いている、うん、早いねマジすごい。湧いた。え、どこ？マジ？湧いたぞー。湧いた。ちょっと走るよ。はい。あったあった。湧いてる。湧いてる。湧いてるけど沈んだ。いや、おる。湧いてるよ。あれ？どこ行った？あった。あっち。あれ？おる。湧いてるよ。行け。行きます。よいしょ。レッツゴー。どう。投げすぎた？いや、大丈夫と思うけど。この波で俺見つけたら。いや、ほんとね。さすがよ。フォークアイア。俺、どこにルアーあるかわからん、今。あー、そこ。いい感じのとこ、なれよる。あれよる？あれよる。いい感じのとこ、眺めよる。あ、でもいい感じ。行け、うん、ね。結構ね、群れはそこそこあったんやけど。しかも大きかったね、なんかね、ボシャって、はい、あの、ただブリみたいなねえ、あの、結構ズボーン行きよったんですよね。ちょっと沈めたがいい。いや、沈めんでも良さそうな気がしたね。よう見つけた、ほんとそう、沈めないかワイドアウト見ましたよね。見た嘘つきじゃなかよね。うん、嘘つきじゃないよ今日は、大丈夫今日はあっち多分あっちに今、ワイドあ、ほんとや、うん、ちょっと遠いね。あっち行った。湧いた。よかった、70% って言うとった。ナイス。成功そうやったじゃん。聞いてるよ。何かが釣れたよ。エソ？多分。エソディアンス。ナイスエソ。はい、もう二段掛け。はい。泳がせ釣り。ありがとうございます。ナイス。エソのナブラやったか。そんなんあるんだ。結構ブリ級なナブラだったと思うんですけどね。ちょっとマシな。ねえ。まあなんか探しながらまたね、ちょっとやりましょうかね。おい。
どんな青物ですか？どんな青物？ね、若干ね、叩くよ。どんな青物？お、サバ？サバラこれ。いや、なんだこれ。うわ、巻いた。うわ、やばい、巻いた。お、サバラ。いや、カツオ？カツオ？タコシ？一応、タコに？お、カツオだ。カツオだ。カツオじゃない？ナイス。引っかかった。ね、カツオじゃない？カツオっぽい。カツオ？マグロじゃないよね。マグロじゃない。カツオ、カツオ。カツオだ、カツオだ。カツオだ。違う、すごい。わーわーわーナイス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 取れる？やったじゃん。ナイスカツオやったよ。やったよ。だってなんかヒゲがもうなんかタタタタタってなりよったもん、そうそう、めっちゃ叩いたもんね。ナイスナイスナイスカツオ、あらかじくの新色で、梅レッド、梅レッド、おいナイスすげえ、ナイスブル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 なりよ。まだ音かな。じゃんおっじゃない、こういうの群れじゃない、こういうの群れのはず。ねえ、釣ろう釣ろう釣ろう、やったぜ、ナイス。めっちゃおいちまみで。やばか。カメラでは見えん。尻尾のこっち向いときゃねえけど。マジちまみで。映像では見えんかもしれんけど、めっちゃ大股開きやってるね。カツオは予想外やったけど。予想外。だっておい前、うん、カツオカツオって言うで、うん、ナブラ打ってこうちゃんマグロっつったっけ。カツオじゃなかったもんね。よし、どっすか。どう座礁します。あぶねー、起動します。座礁します。なんならもう戻りながらまたナブラ探しとかでいいんじゃないでしょうか。はい。さあ、パールマリンのとこまで戻ってきて、はい、今ナブラを探しているところです。ペターってしとんね。なんも中ですね。中ね、本当にゆっくりこんぐらいのスピードでずっと移動してたけど、うん、ね、何も湧かなかった。なんでやろうね。まあもうちょい探して、うん、ね、タイムリミットがもうちょっとなので、それまで探して、はい、できれば釣りたいな、探しをね。ちっちゃいブリとかでもいいし、この間釣れたぐらいのね。 あれ美味しかったけんね、しかも、うん、アジフライというかブリフライみたいにしたら美味しかった。ナブラ探します。はい。ダメっすね。なかなか反応がないですね。ないですね。嘘ついた。ん、全然わかんけど、先々週は俺は釣れたっす。俺らは俺も釣れたよ。先週も釣れたし、先々週も釣れたし。全然わかんす。ナブラの名の字もなかった。結構探したよ。探したんすよ。30分ぐらいうろうろしょった。間髪だけじゃないもんね。うん、はい。いやー、穏やかな海でよかった、今日は。いや、ここまではまあまあ風と波あったとよ。これ今、風向きこうなっとるけど。穏やかやった、よかったよかった、うん、ペターってした、うん、酔わずに済んだよ。移動大変やったけど。よっしゃー、じゃあ終わりますか。これは、まあね、釣れませんでした。戻りまーす。はーい。というわけで、じゃあ今日の釣果場発表しますかね。はい。アジ大量と、アジ大量、覚えのないアジとイワシと浮いてきたアラカブと、はい、あの横たわってるカツオ、そうですね、カツオ、うん、あのカツオが今日はね、多め玉やったね、うんうん、あーよ、引いた、うん、ちょっと待って待って、超過泥棒、超過泥棒、いや、よ、引いたこと見えたし、ね、言葉足らねえ。引いたこと見えた、見えたね。そんな控えたけど。あのブンブンブンって、あの引きが違うなっていうのは分かる。でも何やろってなった。作戦的にオーバーキルやったよ。よいしょ、取れた、うん、よし。いやー、引いた。おいおい。待て、ね、ごと見えた、ね、ごと見えた、うん、言葉が足らん。いや、まさかカツオの釣るって思ったですね。ほんとね、うん、いいカツオ、よかったよかった。70% のうちの 1% がカツオやったですもんね。じゃあ他の振り分け教えて。69% の60が、うん、あら、たぶん、はい、そう。いや、でも半分ぐらいの確率で練り子が時期的にいると思ったんです、うんうんうん、
全然おらんやったおらんやったというかね、釣れんやったねびっくりするくらいおらんやった、うん、あ、でも釣れてよかったそうね、うん、いい釣果ですよ、これは本当よバラカブも大きいしですね、うん、いい感じですじゃあこれをまとめて料理しましょうはい、はい、明日ありがとうございました。した。ご視聴ありがとうございます。マスリオカ坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオはスリオカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。